んは、はるチャンネルのはるなです。今日はですね、シャワーヘッドをちょっといいのに買い替えたので、それのレビューというか、まあ、レビューっていうほどでもないんだけど、感想をお話ししたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。まず最近のシャワーヘッドといったら、ウルトラファインバブルとか、CM でよくある油性マジックもシャワーだけで落ちますみたいな、そういうのが流行ってると思うんですけど、有名どころだとミラブルとかリファとかが有名どころですね。ただ、有名どころのシャワーヘッドって、すごいいいと思うんですけど、ちょっとね、お高いんですよ。2、3万、3、4万ぐらいしちゃうのもあるので、もちろんすごいいいとは思うんですけど、ちょっとシャワーヘッドにその値段を出すのはどうなのって私は思ってしまったので、それよりもお安いタイプで、ウルトラファインバブルが出るっていうのを買ってみました。それがこちらです。じゃん。オリーナワイドと言われてもなんだろう、どこのだろうって思う方、多いかもしれないんですけど、こちらは TKS 田中金属製作所さんが作っているシャワーヘッドになります。これを買った理由っていうのは、レビューが良かったっていうのもあるんですけど、なるべく安い価格帯でウルトラファインバブルが出るものっていうのを探したら、こちらに行き着きました。他の中国製とか韓国製とかいうシャワーヘッドもあったんですけど、どうもレビューを読むとどうなんだろうなっていうのもちょっとあったので、メイドインジャパンの日本製のウルトラファインバブルが出るものを買いました。で、こちらがお値段が7000円8000円ぐらいだったと思います。調べたものを出しときます。で、一応これどういう機能があるかっていうと、ウルトラファインバブルのシャワーヘッドなので、もちろんウルトラファインバブルが出ます。正直それだけです。それしかないです。他のシャワーヘッドとかを見てみたら、こうカチカチ切り替えでお湯自体が出る出ないっていうのをスイッチでできたりとか、あとシャワーの水圧っていうのかな、なんて言うんだろう、シャワーのモードとこうストレートに出るモードを切り替えられたりとか、そういうのもいろいろあったんですけど、もう私はザ・シンプルにウルトラファインバブルだけが出るものっていうのを買いました。で、一応ここに書いてあるんだけど、髪の毛よりもさらに小さいのがウルトラファインバブルっていうことですね。なので毛穴の奥に詰まった汚れとかもかき出してくれるよっていうのが売りみたいです。あと一応このパッケージに書いてあるのは、シャワー後の肌水分量が 8% アップするっていうのと、シャワー後の肌表面温度が約6倍にアップするっていうのが書いてあります。そういう効果もあるんですけど、正直 8% と6倍ってあんまり感じてないというか、その目に見えて明らかに感じるものではないと思うので、ちょっとそこはなんともめっちゃ変わったとは言えないんですけど、それと使い始めたのが夏だったので、もうちょっと冬の時期になったら実感できたりもするのかなと思ってます。で、今私この箱を持っていて、なんかカタカタ中でやってるんですけど、この中でカタカタ言ってるのは、交換するときにホースとこのシャワーヘッドの口が合わなかった時のためにつけるアダプターみたいなのが中に入ってます。あと説明書で、本体は中に入ってません。もう使ってるので。ということで、使った感想をここからはお話をしたいと思います。まず、うちのシャワーヘッド、もともとは、そのさっき言ってた、ストレートとシャワーがスイッチで変えれるようなシャワーヘッドがもともとついてて、それを使ってたんですけど、正直ストレートに変えたことないです。お湯が出る出ないのスイッチとかは、まああったら便利なのかもしれないけど、もう何もない、本当にシンプル、ドシンプルなシャワーヘッドっていうのを今回買って、別に困ってないし、全然それで良かったなって思ってます。まあ、もちろん、他の機能がついてないから安かった。買ったっていうのもあると思うので、そこは別に納得して買ってる部分なので、今のところは特に不満はなく使ってます。ウルトラファインバブルについてなんですけど、さっき 8% とか6倍とかの実感は特にしてないよって言ったんですけど、明らかに実感できることが一つあって、で、それが水がめちゃくちゃ柔らかくなりました。元々のシャワーヘッドが、まあ、すごいわかりやすく例えたら、まあ、雨だとすると、今回紹介したシャワーヘッドは霧って感じですね。そこまではいかないけど、でも本当にそれに近いぐらいの柔らかさになったかなって思ってます。これは科学的な根拠があるとかじゃなくて、本当に私のただの感想なんですけど、よくシャワーを顔に直接当てると肌に良くないとか言うじゃないですか。でもこれは小
さなウルトラファインバブルが毛穴の汚れもかき出すみたいなことを書いてあったので、逆に肌に当てていいんじゃないかと思って結構バシャバシャ当てちゃってます。特に違和感を感じたりとか、まあ、赤くなるとか痛くなるとかいうのもないし、全然むしろ好調かなっていうのは感じてます。私は結構クレンジングも洗顔もちゃんと洗い流したい、ちょっとでもついてたら嫌だっていうタイプだったので、シャワーを直接顔に当てちゃってたので、そこが罪悪感なくなったっていうのはちょっと自分の中で良かったなって思う点ではあります。どのシャワーヘッドのレビューを読んでも水圧がっていう人が結構いたんですけど、私は特に水圧が弱くなったっていう感じはしてないかな。水圧が弱くなったっていうよりかはシャワーヘッドから出る水が柔らかくなったっていう方が感じてます。なので多分水圧は弱くなってないんじゃないかなと思うんですけど、心配な方は公式ホームページとか、まあ、購入のページとか行ってもらうと水圧の確かめ方みたいなのも書いてあるので、それを参考にしていただいたらなと思います。はい、ということで今日は最近買ったオリーナワイドウルトラファインバブルが出るというシャワーヘッドの感想をお話ししました。個人的にはただのシャワーヘッドを使っていた身なので、普通のシャワーヘッドよりはちょっと高いけど買ってよかったなって思ってます。ウルトラファインバブルちょっと試してみたいって思ってる方には導入にはすごくいい値段だと思うので、何万円も出すのはちょっとって思ってる方はぜひ試してみてください。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。